はい、皆さんこんばんみぐつでございます。今回ね、任天堂スイッチで、ダウンロードソフト、まあ、およびパッケージ版で発売されている、ネオジオポケットコレクションについてね、ちょっと考えるっていう、まあ特に意味ないですけども、ついてちょっとね、いろいろやりながらね、ネオジオポケットは面白いんだよってそれだけ語りたいんですけども、ボリューム1ってことはね、2が出ることをね、密かに期待してるんですよ。まず最初にね、ボリューム2で出てほしいソフト、まあ皆さんね、ネオジオポケットって結構数が少ないので、まああれやこれやあるんですけども、結構ね、あのタクティスオーガー、タクティスオーガーオーガバトル、タクティスは出ないな、オーガバトルとかね、ラブポケ、ポケットラブとか、まあ結構コットンとかね、結構レアソフトは結構出てるんですよね。まあちょっとやりながら行くか。ゴルフね、まだやってないんやけど、ちょっとっていうかな。あ、その前に、これで、ネオジオポケットシリーズ、コレクションはね、いいところは、ゴルフだとボタンを押して、まあカラーとかもね、ニューカラーにしようかな。カラーも変えれば、ニューカラーっていうのは、ネオジオパ、カラー、ポケ、ネオジオポケットのカラーのね、一番いいやつというか、新しいバージョンのカラー、カラーでもね、2種類出てまして、カラーからさらにね、綺麗になってるカラーバージョンのやつの、対応です。これは全部対応してるのかな。あと、日本語、英語というわけね。ほんで、ボックスっていうのは押すと、パッケージ、当時出てたパッケージを見ることができます。で、開けることもできます。開けるとね、カセットをね、取り出すことができます。これも裏も見えます。ここに、ほら、ちゃんとね、ネジとかさ、そうそうそう。ちゃんとこういう風になってて、こう真ん中にね、穴が開いてるんですよ。下ね。まあ、モデル、これは本物じゃないんで、モデリングなんで。これ残念なことに、紙パッケージはね、表示されないんですよね。例えば、メタルスラッグ2、あ、これ。メタルスラッグセカンドミッションはね、箱なんですよ。途中からね、このね、空箱から、紙に変わったんですよね。で、こっちね、でもね、一応ね、普通のパッケージにね、一応モデリングで変更されてます。ほんま紙パッケージなんですよね。まあ、これはね、全部見れます。ボックスはね。貴重ですよね。この、カートリッジ、ちゃんと白のカートリッジに入ってるバージョンとかね。で、取り出したバージョンとか、ちゃんと綺麗にね、見れます。そして、説明書入ってるでしょ。説明書も、ちゃんとね、その当時の説明書、何で行こうかな。何で見せようかな。まあ、一番わかりやすいと、キングオーターファイターズかな。説明書だと、ちゃんと同じ説明書です。発売当時の、ちゃんと説明書ね。裏表ね。これが表表紙、裏表紙なんですよね。で、ちゃんと、注意事項とかもあって、一緒ですね。これは僕持ってるんで、わかるんですよ。全部持ってたんで。操作説明とかが書いてあったり、そうそう。拡大もできて、こうずらすことも。一応ほら、真ん中にね、あれがあるでしょ。ホッチキスがあるんで。当時のやつなんですよね。で、ネオジオポケット、割とね、格闘系が多いので、ね、コマンドの技表がね、わざわざ最後にあって、そうそう。まあこれ見んでも大体わかるんですけどね。キングオブファイターズは共通なんで。R1 ってなかったよな。そう。R1 がなかったよね。これ。で、ね、セカンドミッションで、セカンドミッションってごめんね。ボリューム2で発売されるとしたら、まあ僕はね、どうせ、SNK いうか、ニンテンドスイッチに来るもんやから、絶対白黒版とか来そうやけど、それはいらないんですよね。サムスライスビレッツ以外は、ほぼ、でもあれか、キングオブハイターズの、ランド1は、
R1 はね、キャラクターが、キムと、誰やったかな、あの双子の姉妹が入っているので、こっちも、そうやな、サムライスピリッツも全然ちゃうんですよね。キャラクターもちゃうし、まあ、構成がちゃうから、天草四郎編なんで、やっぱ出た方がいいのかな、白黒版。白黒版、それぐらいかな、でもな。それぐらいかな。サムライスピリッツ大体、キングハイタスぐらいやもんね。でも、それより出てほしいのがね、やっぱり、あれなんですよ。唯一の RPG ソフト発売されて、ユニトロンシリーズ。ユニトロンっていうね、ネオジオポケットの RPG なんですけども、まあ、簡単言えば、あれなんですよね。簡単言えば何になるか。メタロットみたいな感じで、パーツをね、組み合わせてロボットで戦うんですよ。んで、まあ主人公ストーリーがあって、まあ主人公とそれをカスタマイズする、相棒のキャラクターともに、ロボットに乗って、トーナメントを大会にね、大会優勝するのが目的なんですけども、それ以外にダンジョンに潜り込んでね、敵を倒してお金集めたり、パーツ集めたりすることもね、できるんですよね。それがね、2作出てって、まあね、シリーズの、新しい方、2ね、当たるやつはね、ストーリーがだいぶ大幅に変わってて、結構変わってるので、まあ、両方出たらいいかなと思うんですけども、あとね、あれね、ユニトロンと、ダイブアラート。ダイバーラード両方出てほしいよね。男バージョンと女バージョンがあるので、やった方がいいの、これ、これ。そう、ダイバーラードとファゼライと、ファゼライも来てほしいよなぁ。あの辺はなぁ。ファゼライは今やれば絶対面白い。日本人ね。やり方が一個もわからん、これ。画面綺麗な。サッカーとかメロンちゃんの日記とか、もう、割ともろかったから、なんでいきなりこんなんな。これ全体マップ出てみんねやろ。違う。B と A とスタートしかないから、あ、見られんのか。これ、うわ。これ、どうなになってる？いきなり IKEA やねんけど、届く？そう。これでいいか。届くか？これ。あ、曲がるか。ちょっと待って。あ、そう。真ん中行ってもた。いける。はい、切ったな。格闘ゲームはほとんど出ちゃったからさ、もう、白黒以外だと3でいいよなぁと思うなぁ。ソニックとかさ、まあ、ソニック無理やけど、ロックマンの、そう、バトルファイターズ、あれ出てほしいよなぁ。あれようできてるのよね。ゲーセンのやつね。ゲーセンのロックマンの、ボス敵だけ倒すやつがあるんですよ。それの、ネオジオポケット版なんですけど、1と2両方収録されてまして、んで、わわわわ、うわぁ、くっそ。それがね、結構ようできてて、あとなんぼな。あとなんぼ。あと100ヤードってこと？でもあれやな、下に。あ、ちゃう、あかん。あれ、なんでなんで、上まで開けなあかんのか。なんでミスった今。届きすぎやん、開けた。あれ、これ一人でやってんねんけど。マイナス？マイナスじゃないの。あ、プラス。プラスじゃない。
あ、危ねえ。いや、なかなかいい。どういうことみんなうん言ってるけど。あ、そう。これでいいかな、もう。ゴルフあんまり好きじゃないからね。で、これね、コントローラーがね、ネオジオポケットだと、A ボタンで決定なんですよ。まあ、言えば簡単に言うと、B ボタンで決定なんですよ。B と A が逆になって、もともと逆になってて、従来のファミコンで言うと、B ボタンが A ボタンなんですよ。で、A ボタンが B ボタン、ややこしいんですけど、B ボタンを押すと決定で、まあ、言えばね、A ボタンを押すとキャンセルなんですよね。でも、この設定画面は逆なんですよ。A で決定で B がキャンセルという、ちょっとややこしいんですよね。ネオジオポケットつけてるときはね、それになるんですけども。いやー、でもなー、ネオジオポケットなー、面白かったんけどな、水木しげるな、妖怪写真館とかさ、すっげーおもろかって、そうそう。何でこれ続きかなってんのこれ、これ。当たった上。そう、次からね、これね、途中でやめると、その時でね、中断されるので、次からできるんですよ。だからいつでもやめれるので。あれ、なんか技出えへんけど、なんで出た。あ、まじゃ、なんでそれ出た。あ、危ねえ。あ、上、つかない。あ、どこでめくりした、今。やばい。なんか技で。あ、こっちだよ、これ。あ、いた。カウンター。そうそう、今日のさ、波動拳コマンドのやつがカウンターできんのよね、あれ。あれ、なんで？あ、やばい。これ、まず。あ、上、負ける。やっぱね、ジョボケていい。あ、違う。あ、やった。あ、クソ、かすりやった。あ、どこで当ててる？あ、ウェーブ、そう。よし。あ、やばい、負ける。あ、負けた。一瞬言ってたのになぁ、ネオジオポケットもさぁ、細かい動きとかしてたからさぁ、コントローラーのカリカリがさぁ、すごいいいのよね。ダイバラートとかあるんやけど、あれも一応ね、ポケモン形状で、女バージョン、男バージョンがあって、で、それ選ぶことによって、なんかより来たな。まあ、乗り込む戦車も変わるし、まあ、主人公パートナーがね、いろいろ変わります。あ、で、なんで？これで足が。あー、くそ。だいぶあらとおもろかったよ。ね、やったーまんとタツノコっぽいのよね、感じが。タツノコとジブリ合わさっての感じ。なんかね、大陸がないのよ。大陸がなくて、もう海に沈んでしまった話なのね。で、そこで、潜水艦で暮らしてるんですよ、主人公たちは。んで、ある、その組織かコンピューターに指導されてるんで、パートナーがね、一応ね、コンピューターなんですけども、まあ、男の、ソフトを買うと、女の子がね、AI というか、ロボット、AI のロボットがパートナーになります。まあ、ヒロインじゃないんですけども、そんな感じなんですけども。で、女の子選ぶと、男のね、コンピューターか AI が、パートナーになります。それはね、なんかね、種類があって選べたんかな、男の子、そのパートナーが。で、なんかね、
まあ言えば、その国が死んでしまい、ある幹部のコントロールのとこから、その AI に指令が送られて、その指令をこなして、主人公たちはね、暮らしてるんですよ。まあ言えば、依頼をこなすとお金がもらって、それで暮らしてるって感じなんですよね。で、夢の大陸をね、目指して、旅をしてるんですよね。幻の大陸ってやつ。で、それを、なんかね、阻止するいうか、その主人公たちが、その、管理されてる場所を阻止する、なんていうかな、反乱軍がおるんですよ。で、その反乱軍をもともと阻止しなあかんねんけど、ほんま逆の話で、反乱軍が正しい話なんですよね。あ、しまった。最終的には AI にね、全部乗っ取られてるんですよ、主人公たちは。で、悪いことをね、知るように仕向けられてるんですけど、それに気づいたね、反乱軍が止めようと入るんですよね。で、その反乱軍にもリーダーがおりまして、リーダーは誰のにも姿をね、見たことがないんですよ。その反乱軍自体にも見たくなくて、まあ声だけで指令が送られているって感じなんですよね。で、ね、最終的には自分のね、選んだパートナーが、実はね、悪いやつなんですよ。あばやだ。で、AI を、そのね、管理してるコントローラーの AI は、海の奥深くにね、めっちゃ奥深くに、深海なん、の奥深くに、おり、そこに行ける潜水艦っていうのはほとんどいないんですよね。浸水でやられてしまって、そうそう。んで、主人公たちを諦めてきたところ、そこのリーダーでもね、そこにおろっさんなんですよ。そのおろっさんがリーダーで、そう、ずっと、出てくるんですけど、それがリーダーと最初わからなくて、そうそうそう。で、それと会うんやけど、で、その潜水艦が実は、ね、どんな、ね、浸水にも深いところに潜れるっていう、潜水艦、貴重な潜水艦なんですよね。ただし武器が積んでなくて爆弾のみなんですよ。でね、その最後のリーダーが、ね、最後力を振り絞って自滅するんですよ。あのコントローラーの最後の AI に、AI のね、管理室のところに潜って、爆弾でね、自滅するんですよ。そこがすごい、まあ最後なんですけどね、まあ、ネタバレなのであんまり言いたくないですけど、そう。あ、田中だ。あ、上、カウンター食らってる。あ、やばい。あ、これ負ける。あ、くそ。これやばいな。これね、ほんまに、画面すごい地味やから、そこ行くまでに出れるんですけども、話がすごいよくできてて、ほんまジブリっぽいんですよね。ちょっとジブリっぽいので、やった方がいい。出たらほんまね、やった方がいい。ハゼライは、なんかね、シミュレーションなんですけども、最初に、5回動く、主人公のロボットがを操縦して戦うんですけど、シミュレーションゲームみたいになってて、まあ簡単に言うと、そのシミュレーションでも一旦一旦動かすんじゃなくて、最初に一旦始まったら5回命令を、そのロボットに与えるんですよ。動きも全部なんで、まず前何歩進んで横向いてって全部ね、指示をしないといけないんですよね。横向いて、ここでカバーして、防御してって、全部ね、先読みして、全部ね、指示を出しとかないといけないんですよ。だから、ね、関係ないところ左行ったり、右向いたりするんですよね。ちゃんと、ね、敵おるとこは、攻撃ってコマンドを、あらかじめ、覚えさせないと攻撃してくれないんですよね。これがね、なかなか面白いんですよね。歯がゆいけどね。ちゃんとかわすの決まった時に、かわした時に反撃する時とかね、結構楽しくて、そうそう。同じ面を何回も繰り返してね、機体をパワーアップさせてね、進むんですよ。話がね、何やったのかな、フロートミッションに近いんかな、そうそう。
すごい近い感じの最終的には。あぶね、あこれ合ってる。あ間違えた。なんで。ハズじゃないもん、面白かったなぁ。あと何やろな、あーあれやなぁ、ネオジオポケ、ネオポケコンか。ネオポケコンがね、面白いんですよ。あれはね、ミニゲームをね、ネオポケコンがね、作るように、モチベーションをね、なんかね、持っていかすんですよ。で、ミニゲームできると、そのミニゲームが本格的で遊べるんですよね、割とね。アクションゲームとかね、RP とかね。あれも結構、うわ。うわ、レオーナ来た。なんか最初からなってんな、これ。最終。あと、なんか何やったなかったな。でも、いろんなありすぎてさ、割と。あと、嘘あれとかも、あやばい、あうえー、これやばい、ちょっとおっさん頑張ってこれ。 OK 当たった。うわどうしよっかな、八代先か、行で粉砕しとこう。もうちょっといろんな出たらよかったんけどなと思うんけどな。ようできてんのよな、格闘ゲームさ。あ、間違えた。あ、当たらん。あ、嘘。あ、クソ当たらん。あ、クソ。ガード崩しだけやった。カードファイターズはあんまり、僕はあんまりわからんかったな。わからんかったというか、ちょっととっつき悪かったな。でも説明がね、結構少なすぎて。やればおもろいんやけどな。この頃はね、ワンダースワンとかも出てて、結構ね、携帯ゲームがね、ゲームボーイカラーも出てて、結構わちゃわちゃしとったよね、割とね。なんでやばい、うそー、あうえ、あ、あたた、あ、でも終点がそんな出てないのか、コットンぐらいなんかな。あたた、うえ、あ、シューティングってあれか。メタルスラッグも一応アクションシューティングか。いや、関係ないか。え、なんであそこで返された。あ、やばい。あ、上当たってる。あ、クソ。絶対うちなんてあれ。もうちょっとほんまにさ、何やろな。あ、またか、またこれのパワーパワーやっていけないかな。
マルヒローズとかね出たらよかったんやけどなと思うねんけどな。やばい負けるかもしれない。あ、上どうやった？負けた？あ、うち、あ、勝って勝ってる。ルガールまで行く？でもルガールあんまり来たくないな。ルガール強いのよね、これね。嘘。少しオッケー。あ、やばい。わ、わ。あ、上。あれでやられた。あれって遠距離なんだな。結局こればっかりやって。他のやりたいんだけどな。でもこれモルガールだよね。あ、上。結構単発やんな。このゲーム。あんまりスピード感がないな。キングオブファイター出すのいいねんけど、結構ね、有名キャラクターしか出ないのよね。リョウとかさ、キョウとか当たり前やねんけどな。もうちょっとスポーツチームとかさ、あるやん。ボスチームとか出してくれたけど。得意な。どこいいからな。真ん中出んときはねんな。あ、今頃出た。よしよしよし。危ない危ない危ない。うわ、嘘。あ、危ねえ。危ない、あ、うわ、危ない。よし、開いた。あ、開いてて。いける。あ、嘘。あ、危ない危ない危ない。これで、あ、来たな。ルガール来た。さあ、誰でこう、最終出して、シンゴ出して、今日行こうか。うわ、前菜とか、こうやんって、危ない。あ、上。おい、もうあんな蹴らされてんの。あ、なんで、あ、クソ。あ、クソ。危ない、嘘。あ、負ける。あ、やばい。あー、あー、どうなった？え？なんで負けた？どういうこと？何の当たり判定だったんやろ。止めたわいな。やばい。あー、くそ、やられてる。うわー、これやばい、きつい。うわ、ジェノサイド。あー、ジェノサイド、くっそ、これいけるか、今日。倒したいよな。あー、くそ、あー、これ、8やばいわ、やばいけど。あー、くそ、無理か。あ、なんで、なんで、なんで。あー、うわー、すげー減る。あ、買ったわ。いいわ、買ったからよ。なんでここ音ないの？ここ音なくなった。これは、3人のエンディングかな。バラバラじゃないから、チームでやってるんで、多分。
いや、ようできてんな、しかしな。これこれ、お前負けてたんけ。あ、もうごめん、ああ、押してもうた。間違えた。もう間違うのよ、あれ。見たかったけど、まあいいや。セリフがね、あるよ。ああ、もう、くそ、まあいい。また今度見よう。これでも解放ならんかったよな、確かな。これ別のゲームで、あ、違う。違うの？なんで？そう、これめんどくさいねんな。ん？久々にサムラスビリでやろうかな。ゲカの献身はね、どれでいいかな。これ、でも出てないのな、全部な。出してないねんな、こっちのやつは。行こうかな。これも途中じゃん。なんでなんで。最初から行こう。始まらんでいいから。こっちでもね、あれで、傘のあの、ひためしずめ丸が出てないよね、こういうやつは。ああ、そうか、シャロット、シャロットだわ。シャロット？シャロットみたいな。それは出てんだ。これどうなってるやろ。普通、ああ、試合時間だからか。結構短いのね。普通でいいわ、とりあえず。出てないやろ、全部出てないやんな。でも黒子ね、ランダムなんですよね。シャルロットで行こうか。青でいいかな。あれ。カード持ってないからつけられんのか。どうやんの？あ、だいぶ上。なんだろうね。ちょっと、減りすぎちゃうか。うわ、これまずい。いきなり負け。あれ、連弾なかった？うわ。あ、よかったよ。あー、くそ。あ、飛び道具使えるのか。それだけやったっけ。あれ？連打だってなかったっけ？コマンドが違うのか。あ、危ない。そう、説明書見よう。途中からの説明書見れるね。操作を残って。どれやら、これじゃないな。どこやろ、これか。技少ないな。そう、技つけれたりするから。連打やつは違うのか、あれか。キャラが違うんか。そんなことさせん。あ、嘘。入った。よし。決めた方がいいねな。最後決めた方がカードもらえたような気がするけど。な？そう。あ、それだけ？
一撃必殺の一戦と、あれ、ちょ、技とで、多分カードもらえるの、最後。それ倒すときに。お、そう、かわす？それで。ようできてんねんけど、でもさっぱりしてんのよね、これのサムラスピリッツさ。エンティングもないし、あんまり。干渉してもた。あ、違う、使ってもた。やった。いや、開いてない。いやーおっそ。これもう使えなくなったな、あれが。あ、なんでこけてんの、あいつ。どういうこと、どういうこと、あれあれなんかおかしかったけどな。まあいいや。これどうやった？え、これでさっきか。これさっきやな。基本 B でさっきやねんな、多分。あ、これで返しできんのか。嘘、嘘、嘘。なに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 。シャルロー最初強かったなぁ。ちょっとだいぶ弱体化したけどなぁ。だだだ、嘘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 。あ、疲れんのか。怒ってんのは疲れんな。できた。あ、入れ。よし、入った。これかっこいいのよな。あ、当たらんか。あ、どうやってあれか。蹴り技、あ、こ、ん？どうやって蹴り技かな、これ。うっそ。よし、入った。一戦、あれ？カード出んかった？あ、そう、超技倒さんかのか。一戦使うと、一本分、そう、あれ、一本分削ることができるんだよね、体力。これ、色で、二本製なんですよね。なので、そうか、超技つけなあかんのか。あ、飛ぶ。うわ、やばい。やばい。あ、やばい、そうか。あ、出んかった。そうか、これあれか。あれが使えるのか。そら、どうやったっけ。ん？連続技がわからん。ちょっともう一回説明してみようかな。操作方法でなくて、違う、出てる。突き飛ばしが長く、これはいいわ、君だ。一戦、ああ、前、後ろか、下 B で、コンビネーションアタックか。あれ、蹴りってどうなんだけど。蹴り変えてないよな。足払いってどうやって変えてんの？変えてなかったっけ。ああ、変えてないな。ちょっと待って。書いてなかったかなぁ。時間ないな、ちょっと待って。
これは書いてないな。あ、上当たってる。まず。おぉ。どうやったっけ？これが鮭やろ？あ、やばい。あ、まずいまずい。あ、クソ、出んかった。技で。あ、クソ。あ、爆発する。これでやれすなあかんのか。ダブル。あ、入った。うぃ。あ、くっそ。これきついな、こいつの。何しても入るのな。嘘。あ、危ない。あー、ウェイ。あ、出んかった。なんで出んわ、やばい。あー、違うの。なんでグラビデーション出た。カード欲しいけどな。嘘。うわー、それ。うわー、きついのよ、それ。うお、くそ。あー、上。うん、くそ。よし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 。そっち、あー、そっち下。か、どっちだ、これ。勝ったやろ。勝ったな。変な勝ち方したけど。うわぁ、来た。アロマル。アロマル強いのになぁ、こんなやつ。うわぁ、あくそ、パワーグラディーション。うわ、くそ。よし、オッケー。コンビネーションがよくわからん。忘れた。どっちかとか全然覚えてない。どうやったら、やばい。あ、まじで違うのよ。それ出した覚えないね。あー、当たらん。しかも当たらん。あ、これか。出た出た出た。これやな。これ、コミュニケーターアタックやな。あれがコ
左押して、これだと B やから、普通だと A。もう B、B、B ね。逆なるから。キックボタン。前やぶ、キックボタン。あれ。普通に、まあ、B ボタン押すと、かわすんですよ、こうやって。かわしがあるんですけど、あたらん、うっそ。うわーおい。あちゃあちゃあちゃあ、はじけた。危ない危ない。あ、あたらんが何をしてる。よくわからんかったですね。霧がどうやって出すのかわからん。あ、シッキー来た。うわぁ、びっくりした。でも、あれだぁ。収録入らんな。多分入らんな。OK、うわぁ、いい。あ、上当たらんかった。うおー、そう。あ、やばい、これまず。ああ、普通に削れんな。一回がでかいのよな、ダメージがさ。入った。さあ、放送切れるまでやろうか。途中切れるかもしれんけど。うわわわわわ。返された。あ、どっちや、あ、うっそ。入らんかったな。これで、なんか、でかいボスやんな。これ。これがな、ちょっと待てよ。一回来たらすぐ逃げる。逃げる。これ逃げる。で、あ、これ来る。逃げる。パンチ来たら逃げる。後ろに逃げたらね。これの繰り返し。これ逃げる。あれカウンターやから。あ、ちょっと。なんか、歯をやってるときはカウンターで、なんかね、線を出してるときは、あ、じゃあ、パンチ来た。上から土が降ってくるんですよ。危ない。これでガード効かんので、たぶんね。逃げて。これ来てるときは上から降ってくるので、ガード。じゃないと、ダメージだいぶ食らうんで。逃げる。あ、じゃあ、やってもらった。ガードやな。あ、これもガードそこ。え、あ、よし、やってきた。これ倒すとカードがもらえるのね。あ、いただきたな。カードをね、必殺技のやつもあるんですよ。これによくすると技が使えるんですよね。倒せるか、時間まで。無理やな、多分な。よし。お、なんか弱い。あ、ウェーイ。わあ。よし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 。いい感じで当たってる。こっから本気やねんな、多分。
あ、うわ、すごい。うわ、すげえ下手。サムライスピリ、これがあるか面白いな。理不尽なとこがさ。あ、当たってるやん。分かったんだよ。よし。カード多めにもらうな。一枚多めにもらえる。どういうこと？これでこれクリア。シャルロットがクリアね。やっぱサムラセビットおもろいのよね。これね、でもシンプルすぎるねんな。もうちょっとな、派手やってよかったのな。音いいのにな。もうすごい。あの足よ。エンディングは G だけなのね。ヨガの上にバラを手向けるシャルロット。これで帰れるな。その前に会いたい。もう一度手合わせしたい。フランスに帰る前に。会いに行こう。誰やったっけ？あ、そうそう、ハオマル、そう。ハオマルにね、恋を抱いてるんですよ。なんか本であったよな、そうそう。シャルロータ恋してんの。かわいいな。他のカードもある。席かわいい。すげえかわいい。今回以上かな。今回以上やけど、まだちょっと放送あるから。じゃあ、スラック、ちょっとしよっかな。あ、でもな。セカンドインショーも見てないよな、みんな。これは、リセットをする。オープニングかっこいいのよな。ワンの続きから始まるのよ。ワンの続きから、ワンクリアしたとこのあれから、ね、あ、別の主人公なんだけど。これもめんどくさいのよね。マップさ、埋めんのさ、結構大変やね。喋るのよ、今回は。喋るのよな。最初から行くか。セットアップ。終わる。これはこれでいいや。何これ。ああ、傭兵のやつか。傭兵リスト。男か女か選べるんですよね。これいいや。もちろんね、武器取った時もね、声ほら出るよ、声が。声がね、ちゃんと出るようになったんですよ。前なんか寂しかったからさ。ピッポッパー、ピッポッパーなんか。下に魚雷あんのね、あれね。あれが変わったのよね。ミサイルか、パイナップルの使い方が、スタートボタンを押すと、あ、ちゃうわ。軽く押すのか。ん？なんか飲んでる。どうやって使えた？違うな。忘れたわ。どうやったっけ？これでもスタートボタンやったな。軽く押すね。で、あ、出へんかったっけ。あれ、ファイヤーやな。消えた？消えた。
あ、出へんかったな、出へん。出たような、スタートボタン出たような記憶があるかな。B、ジャンプは逆なるから、うん。短く押す、長く押す、手榴弾が出、なんで出、手榴弾が、出えへんな。これがおかしいな。ボタンがな。もう出えへんねんな。なんかおかしいよ。あ、出た、食らってる、食らってる。あ、やばいやばい、これまずい。ボタンの配置がちゃうのか。あー、やってもた。これでやつやな。あー、ちょっとどうやって、あー、危ない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 。これむずいのよな、この操作が。うわ、そういうことは。危ない、やられた。ちょっと待って、もう一回や。あ、ちょっとキーコインがおかしいのか。ゴムって書いてるねんな。おかしいねんな。タイムアタック。これ何？ああ、あれだとか。クリアミッション。おかしいぞ。なんで出えへんのや。ボムが出。お、なんで出えへんのや。これのコントローラーのあれがおかしいのかもしらんな。出えへんな。パイナップルが出えへん。壊れてる？俺のやつが壊れてる？可能性ある？うん、おかしい。でもマイナス効くのかな。なんて？ああ、マクドナス機能か。ちょっとお金を変えてみようかな。あれやな、プラスがおかしいかもしらん。これにしたらいいな。これ一回見たらいいのか。これでも切り替え、あ、切り替わらんな。おかしいな。おかしいわ。これのあれがおかしいかもしれん。いや、今回以上でいっか。ちょっと調べときます。コントローラーがおかしいのかな。以上です。グズでした。また見てな。じゃあねー。